たか。ってことは、出向いた大魔師たちはみんな帰り討ちに遭っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を売ったんだ。まあ、やってみりゃわかるな。僕たちがあの大魔師たちと戦う。九郎はしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、追っ始めるか。やるね。簡単に終わっちゃつまらねえ。手段は選ばなくていいぜ。やめるな。やるね。やるね。やるねえ。やるねえ。なかなかやりやがるな。だがよ、お前の腕は悪くはねえよ。だがせっかくゴーマになったってのに、ただ出来のいい乱月流じゃねえか。それじゃあ当主の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ、俺の剣を。どう？もらった！今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うとはな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし、今日はここまでだ。いいか、てめえら、もっとすげえ刀を打って、もっと腕を磨いて俺を斬りに来い。斬ってやるさ。何百回負けようが、何百年かかろうがな。いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない。あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、奴らは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だが、ゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな。うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。ベルベットのゴーマシュ、あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはず。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。
突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか、あのゴーマ氏は包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて、まるで男物。もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出な。なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどと言うとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、はい、そのお裁縫を、あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあんたにお願いするわ。ま、任せてください。あんたどうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい、案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。私無事だったんだな。その件なら。あなたはこちら。あんたにいろいろ言われて目が。分かっていただけて私も嬉しい。オートに行って山賊料。山賊料。おい、山賊やってると金以外にキノコばっかりのネセットタケタケシードンとかさ。ちょっと不謹慎な気もしますが。そっか、嬉しいな。頑張ってください。あんた。はい、もちろんです。おお、あんた刀鍛冶だよ。修行を始めて20年もやってる。そういう世界なんだよ。鉱物の取れる量が減った上。ああ、普通の元々王国御用達だったカドニクスの剣、ここの職人にとって清涼は。ミッドガンドにいたはずの副長たちが、副長はよく信じられないこと、副長たちは清涼に殺されたかも。今回は生きていたが、いつ。はい。それより目は光らせている。まあ、なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。
ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊、それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長、アイフリードってどんな人？そうだな、一言で言うとこの海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいなアゴヒゲ。俺たちはみんな世の中から弾き出されたやつばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷があるときに飛び込んだらどうなる？しみるし痛いだろ。それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ深いところ渦巻きだってある。怖くて不思議。そう、厳しいけど不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫。けど、3日目ってことは、この船全員もらってますよね？おそらくな。しかし、レニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？うむ、原因不明の高熱を発し最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルーモでしょ？うそうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて、俺たちも助っ人に行くぞ。エレノア以外はみんな働けよ。エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染しとるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ、これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い。さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染しているものが町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします副長。急ぐぞ。
でもサレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマも泣くっていうくらい。でも薬だから。死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもかよわき人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火あぶりにされるのはあんただけどね。あれ、エレノアどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けた時、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのにしぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道？剣士の心得のようなものですか？主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかのう。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、冷酷無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに先の黒金との一件でも棒に刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、その案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。この前、鎖付きおっちゃんも昨日俺んとこな。ほんと心臓に悪いし。まったくだ、血をの流れから。おっちゃんも変だと思うかい。島全体が監獄なんて言われてるけどさ。あるいは実験所。ゴーマの凶暴さを調べるための悪くないっすよ。なんてせま、そんあの人。そういや、お前は近づくとやた。確かにそうだな、海賊が。でま、しばらくは近づかないように。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど鋭いのか。この橋には曰くがある。水深は十分すぎるほどあるんだが、大型船は
よほどの技術がなければ接岸でき、バンエルティア号もちろん自在に入港できた。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせ、そうか、だから、ちなみに資材の調達や架橋、やっぱり自慢。それで村は豊か。いや、外交ができた直後、自由な航海ができればうまくいかないね。もっとも、そんな状況でも、うん、繰り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様、本当はゴーマに襲われた。隠そうとした真実が漏れ、王宮の警備は他のどの場。じゃがゴーマの王宮を守る大魔師はトップクラスの実力。でも巨人みたいに大きなゴーマだったら。そのようなゴーマが王都に現れた。不安な気持ちもわかるが、不安であなたたちが混乱状態に陥れ。それはわか、王都の噂が広まっ、少しくらい街がざわついてる。ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの、そんな王宮、おお、それは普段は人間の姿をしているのに、頭には角が生えてて、で、そんな恐ろしいゴーマの、逃げたと思う。特等大魔師様が倒したっていう。僕たちはいつでも、また以前のように角に三つ目の巨人と群れなんだから。いらっしゃい。サレトーマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして、ああ、最初のやつが熱を出してみ、そうか、あい、なぜ品切れになる。サレトーマの咲くワーブ樹林にゴーマが出てな、清涼が樹林への立ち入り禁止。よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。それ危険じゃない。だが出会って生きて帰ったものは、海賊病、薬はない。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目。ワーグジュリンに行けばサレトーマの花は咲く。多分な。ワーグジュリンへ向かうわよ。行くわよ。爆笑ゲーム影スバル、次は大逆転、レンガ昇竜客合体流線、爆笑ゲーム影。話にならないわね。なんとかなるかな。爆笑ゲーム邪風廊下無理だろ。無理だろ。やめよ。セイドブレードを宣言。もう大丈夫。
すぐに済ませるわよ。新勝負爆笑ゲーム邪魔よ。ジャップ本気で戦いなさい。華麗なやりさここだ。完全に邪魔よ。ゲスバルジャレイライダー手は抜けない勝負。すぐに済ませるわよ。その程度で新勝負なんじゃわしはロワイドが強いぞ。やれしろそこだけ積んでこう。やれライダー話にならないわ。華麗なやりさばきお見せしよう。攻撃に専念する余裕お話に。あのライフセット死神の呪いって何なのですか。アイゼンは自分の周りの人たちを不幸にする力を持ってるんだって。それは精霊の特殊な力ですか。ただの不幸ではないぞ。開門要塞では突然ゴーマ病が大発生したし、海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話にわかには信じられません。死神の呪いは本物でぐ。僕がエレノア様から引き剥がされマギルー姉さんに踏んづかまったのも呪いのせいでぐ。そうなの。エレノア様の涙が乾くよう頬をフーフーした日々が恋しいでぐ。え、ちょっとここでエレノア様に再び会えたのも不思議なご縁。改めてエレノア様のもとへ。好きにするがよい。いいんでふか。止めはせぬ。乙女の秘密をペラペラ喋る精霊が欲しいならな。結構です。私にはライフセットという守るべき精霊がいますから。そんな、今はライフセットに涙をフーフーしてもらってるのでふか。してもらってませんってば。もうあなたなんて知りません。何ですか。ライフセットにはそういうことさせないでよ。させません。というか以前もそのようなことを。ああ、もうこれも死神の呪いかの。ジャップを見せてます。この程度で。では抜けない勝負。なんとか爆笑ゲーム。じゃあ影スバル。影スバル。次は無理です。次。天将軍。次は無理です。次は天将軍。ジャップローカ。では抜けない勝負。本気で戦いなさい。わしは弱いその新勝負。魔王へ。大したことなかったわね。
エレノア、気分は悪くない？ええ、今のところは大丈夫です。ならいいけど、アイゼンの死神の呪いは甘く見たらダメだよ。その呪いって本当なんですか？どうも信じられないんですが。そういうことを言っておると、急に腹痛になったり、靴ずれしたり、口の中に虫が飛び込んだりするぞ。虫？姉さん、適当なこと言ってエレノア様を怖がらせちゃダメでふ。これまでにバンエルチア号を取り締まった海軍の軍艦が4隻も行方不明になっているとか、アイゼンが泊まった島の男がゴーマ病になったとか、肩がぶつかった人が笑いが止まらなくなって死んだとか。やめてください。そっちの方が怖いです。作り話だ。軍艦は7隻、島民は男だけじゃなく全員、ぶつかったやつは笑いじゃなくしゃっくりだからな。怖いです。だが海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。おう、それはそうだ。嫌な予感がしますね。話に習った。すぐに済ませるわよ。その程度で誰以来だ。話にならない。すぐに済ませるわよ。結構がん。
なるかな。バッバッ大流星ッバ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 ッショーゲーム話にならっなんとかなバッショーゲームそこをどけそこだ話にならない。すぐに済ませるわよ。次次ここだ。次ボイス次爆笑ゲーム大したことなかった。すぐに済ませるわよ。影スバル話にならここがワーグ樹林だな。大魔師が巡回してるかもしれない。注意して。新しく開発した二重結界です。なるほど、連動する二つの結界か。一般人の立ち入りを禁止するためにしてはずいぶん念入りだな。確かに。
やはり裏か。死神の呪いも律儀に作用するの。呪いとは金貨の裏表にまで関わるのですか。まあな。精霊の力は物に影響を及ぼしたり、物が持つ波長と同調することがあるんじゃよ。あなたの場合はその金貨だと。ああ、だから必ず裏が出る。こんなことが。信じる信じないはお前の自由だ。付け加えるなら、その金貨はアイゼンの器じゃよ。ライフセットが羅針盤を持っているのもその波長のせいなのですか。そうとも言えるが、あの羅針盤はあいつが男である証のようなものだ。証？錆びないようによく磨いておかないと。よくわかりませんが。やれやれ、一等大魔師のくせに何も知らんのじゃの。死神の呪い、清涼も知らない未知の情報、よく調べておく必要がありますね。それにしても裏面しか出ないコインなんて、精霊の力がそこまで影響を及ぼすものなのですか。疑り深い女じゃの。でもアイゼンのコインは本当に裏しか出ないんだよ。マギルー、ひょっとしてあなたが術でいたずらしているのでは。ほう、そうくるか。ええ、疑り深い女ですから。根に持つ女でもあったかい。じゃが残念ながら外れじゃ。むしろ術で表を出そうと試してみたが、どうしてもできんかったわい。コインに種も仕掛けもない。確かめてみるか。あ、これは魔王ダオス。よく知ってるな。俺はカーラン金貨ですね。本物を見るのは初めてです。遥か古代の貨幣なのに、つい最近作られたみたいに綺麗ですね。それには理由がある。一見柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度を、はい、傷がつきやすい金の表面に指の温度に反応する特殊な形状記憶合金をメッキしてあるんですよね。だから傷がつきにくい。そうか。私たちには真似できない未知の技術です。これに仕掛けをするのは無理ですね。死神の呪い、認めざるを得ないかも。ん？表面を固くする加工じゃなかったか。勘違いだろう。でも前にアイゼンは。そういうことにしておきなさい。うん。形状記憶、うん、そんな技術が。すぐに済ませるわよ。邪魔。話にならない。肩ならしにも。わしは弱いのだ。大したことなかったわね。わしは弱いのだ。結構ガン。なんとかジャックローカー全勝負。ジソを手に入れる。いろんなものが出てくる。サレトーマってどんな花が咲くのかな。紫色の花に赤茶色の茎や葉っぱという何とも趣味の悪い花じゃ。サレトーマは趣味が悪い。わかった。そういえばサレトーマの花言葉が何か知っておるか。確か偽りの共存でしたか。花言葉まで趣味が悪いのね。
偽りの共存。今のわしらにはぴったりな花じゃのう。どうしたライフセット。マギルーの言う通りなんだよね。まあな、エレノアは清涼の人間だし、俺たちと心から仲良くするってのは無理な話だろうな。だよね。あ、でもいがみ合うばかりではなく、その共通項というか落としどころはあると思いますけど。偽りの共存でもノープロブレムデフよ。エレノア様には僕がいるデフ。僕とエレノア様は一度は永遠を誓い合った仲なんデフから。あなたを刺激する契約をしただけです。誤解を招くような言い方はやめてください。ビーン、エレノア様、そうくる。泣くな、ビエンフーよ。お主にはわしがおるではないか。おお、マギル姉さん、やっぱり僕には姉さんしかいないでぐ。よしよし、わしのありがたい恩を思い知って文句を言わず働くのじゃぞ。はいでぐ、新しい愛を見つけるまでそこそこ頑張るでぐよ。ライフセット、偽りの共存ってああいうのを言うのよ。ゴーマとタイマシ、精霊と海賊と魔女、確かに俺たちは一心同体にはなれんが、互いの立場を偽りなく理解しているはずだ。うん、偽りの共存じゃないよね。まあね、勝手な共存といったところよ。そうかもね。大したことなかったわね。華麗なやり方、そこ大したことなかった。それともじゃ、趣味が悪い紫色の花を探すのじゃ。趣味の悪い紫の花、うん、すぐに済ませるわよ。その程度で、その程度で誰が今の滝には。完全勝利ですね。わしは弱いのには強いお話になる。Thank you.
爆笑ゲーム、そこまで。魔王完全勝利です。すぐに済ませるわよ。邪魔よ。エスバル次進化を宣言。完全滅退期。本気で戦いなさい。わしは弱いのに。ジャプローカー全勝負。その魔王エレキ完全勝利です。すぐに済ませるわよ。完全勝利ですね。肩鳴らしにも。わしは弱いのに。そこだ。やれないだ。待ちまって。大差成敗。短いリーチは。大したことなかった。すぐに済ませるわよ。復戦勝負。バレーライダー魔王演劇派。終わりだよ。すぐに済ませるわよ。じゃあ影すばる。そこでバレーライダー楽な戦い。
貴様ら、ここで何をしている？それはこっちのセリフよ。この奥に何がある？ゴーマを警戒しているというより。あなたが動かしているのですか？違うよ、急に動き出したんだ。アイゼンの金貨のようにこの子と同調。アイゼン、お主は地の精霊じゃろ？何か感じるか？いや、俺よりライフセットの感覚の方が鋭いようだな。止まったけど、なんか変な感じがする。どんな？この前、地脈に閉じ込められた時と似てるっていうか。つまり、カノ主の力に近い。この先にいるのは、ただのゴーマだけじゃなさそうね。済ませるわよ。カゲスバル、このカレーが魔王演劇しゃ。話にならないわ。すぐに済ませるわよ。ライダーのカレー邪魔よ。カレーなやり方随者と見てきた。その手は爆笑ゲーム。その程度だ。肩ならし。縁が大したことなかった。すぐに済ませるわよ。サイダーキャッチ。邪魔よ。ジュリゲッカガンザメッサイティングキャップローカー。完全勝利です。すぐに済ませるわよ。はい、そこ槍とかな。では抜けない勝負。
この先、行き止まりみたいだけど、何か感じる？ライフセット。ううん、今は何も。あ、紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？うん、めったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い。まだ序の口だ。またあの結界。これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために。何にせよ、この空飛ぶ虫を倒さぬとサレトーマの花は手に入れられぬぞ。分かってる、やるわよ。エレノア、私に任せてください。プリゼットホテル、ボイドエレノアの虫、なんかかっこいい。バック、全く飛んだ昆虫採集。この虫連れて行っちゃダメよ。処分するからどいて。清涼が守っていたんだ。殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。サレトーマの花を確保できた。これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人。呪いで死んだ仲間の数だ。あの私、気を抜くなということだ。はい。目的の花は取れた。船に戻るわよ。名前なんて言うんだろう。案外のんきね。
聞いてもいいですか、ライフィセット。ベルベットってどういうゴーマなのですか。それは、あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのことを知らないんだ。戦って分かったじゃろ。あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもギデオン司祭の霊もある。あの件と何か関係が。戻るって言っても死体なんだが。常識だったのか。海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは、非常識な対魔師じゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベットの正体は探る必要がありますね。すぐに済ませるわよ。戦士ショック。次はどうした。大したことなかったわ。つむじ月下注意事項。つむじ月下レンガ昇竜脚。次お話にならわしは山内エクレイザー。テイクトステップ。ガンガジャスイッチ。テイクトステップ。このそれも死神の力。強そうだな。でふね、僕も大概長生きしてまふけど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセット大兜とか。兜？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実は角飛びだ。新種の三つの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろう。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ。どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。え？それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ。険悪な空気でふ。すくい上げしかできないカブトの角と違って、クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在。まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く、それが兜の生き様だ。でも一年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、兜の美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。兜でもクワガタでも蝶々でもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんでふか。うん、クワブトカッコ仮にしておくよ。
ので守れ黒飛び。なんじゃわしは弱い。私に任せてください。エンゲスリー、エンゲスリー、焦燥。なんだ話にならねえな。その程度の話にならないわね。たくさん出てくる。すぐに済ませるわよ。みたいないい匂いがする。どれどれ。おう、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが、最後果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさに
そういう味なのです。エレナーは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの？自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む。何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか？違います！信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか？意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか？船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊に飲ませれば効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は？もちろん可愛さ余ってまずさ一万倍じゃ。エレノアや、タイマシでよかったの。僕が飲む？そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。わしは弱いのに。無理無理だ。次そこだ。くらえ。なんとかなるかな。くらえ。次やれ。なんだ。私は弱いのに任せてください。天に届け。次は誰です？よう、完全勝利です。わしは弱いのに任せてください。天に届け。演技水消灯。終わりだよ。なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか？奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか？じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるの。早めに立ち去るのが正解ね。話にならねえ。つむじ結果。魔王演劇派。パーフェクトな勝利。すぐに済ませるわよ。そこだ。全勝負。まだ宣言。エミが勝利。大したことなく。